ワイルドバンチ、ブッチキャシリーのワイルドバンチ、ブッチキャシリー S ワイルドバンチは、アメリカ合衆国アイオミング州、ホール・イン・ザ・ウォールで雑然と結成された強盗団。1969年の映画、ワイルドバンチと明日に向かって撃て、で有名になった。名前は、ビル・ウィリアム・ドゥリンが率いた強盗団ワイルドバンチ、後日から取られた。一味の主なメンバーは、 以下の通り、ブッチ・キャシディのアイルド・バンチは、人殺しはしないよういつも努力していると主張し、キャシディは一度も人を殺したことがないことを自慢していた。しかし、この主張は虚偽であり、キッド・カーリー、ジョージ・カーリー、ウィリアム・カーバーなどのメンバーは、警官隊の追跡を受けている間、多くの人を殺した。キット・カーリー一人で9人の法執行官、保安官を含むを殺し、2人の市民が。 銃撃戦の巻き添えになって死んだ。以後、キッドカーリーは、メンバーの中で最も恐れられるメンバーとなった。LGA も、強盗の直後、二人の宝石交換を殺したが、自らも負傷して逮捕され、服役した。ジョージ・カーリーは少なくとも二人の保守生官を殺し、その後ユタ州、グランドカントリーの宝石交換に殺された。一味は、無法者の姉妹、バセット・ガールズ、 アンバセットとジョシーバセットと親密な関係があった。姉妹はコロラド州ブラウンズパーク近郊の牧場で働き、頻繁に人味に気の良い馬や牛肉を提供していた。姉妹は二人とも一味の数人と恋愛関係を持ち、時にはロバース・ルーストと呼ばれる人味の隠れ家に同行することもあった。この姉妹のような地域の牧場労働者と関係を持つことで馬や 必需品の容易な最供給と一番二番の隠れ家を得ることができ、一味はかなりの機動力を持っていた。1899年6月2日午前1時、キャシリ、キッド・カーリー、レイはワイオミング州ウィルコックスでユニオンパシフィック鉄道の列車強盗に成功した。強盗をした時、一味は白いナプキンで覆面をしていたが、そのナプキンはおそらく、 ハーベイハウスでくすねたものであろうとされている。一味が盗んだ金額は3万ドルから6万ドルの間と言われる。その後一味はチリ散リになるが、これは強盗をした後のいつもの策略であり、数人がニューメキシコ州に逃げた。1899年7月11日、そのニューメキシコ州ホルサム近郊で一味は列車強盗を働くが、そこにはキャシではいなかった。 保安官のエドファー、エドファー率いる、統率の取れた民兵隊にいる、追跡の結果、ついに銃撃戦となり、保安官のファーと二人の保安官代理が殺される、結果となった。一味のメンバー、サムケチャム、サムケチャムは負傷して交流された末に死亡しており、LG レイも負傷して逮捕された。レイは、キャシディと共に最初に、ワイルドバンチ一味を立ち上げた人物であり、 キャシディの一番の親友であったとされている。キャシディと他のメンバーは、ワイオミングで再結集した。1900年8月29日、キャシディ、ザサンダンスキット、キット・カーリー、その他特定できないメンバー、ウィリアム・カーバー・ハタと信じられているは、ワイオミング州、ティプトン、県で、再び、ユニオンパシフィック鉄道の列車強盗をした。9月19日には、ネバダ州ワイネマッカ、 ファーストナショナルバンクファーストナショナルバンクに強盗に押入り32,640ドルを奪った。これらの事件や他の大金強盗でワイルドバンチはかなりの悪名と名声を広めることになった。1901年、ブッチキャッシリはザサンダンスキットとそのガールフレンドであるエッタプレイス1878年、ゴロ引く没年不明を伴って南アメリカに移住した。 これは、ピンカー・アートン探偵者や他の宝執行官の追跡から逃れるため、常に移動を続けていたためだった。同じ年の4月1日、ウィリアム・カーバーが宝執行官に殺され、12月には、ベン・キルパトリックとローラ・ブリオンがテネシー州で逮捕された。その後、キルパトリックは20年の刑を、ブリオンは5年の刑を受けている。キッドカーリーは、テネシー州。 ノックスビルで逮捕から免れるために二人の宝執行官を殺害、それからモンタナ州に行き、数年前自分の兄弟ジョニーを殺害した二人の牧場労働者を殺している。カーリーはテネシー州に戻ったところで捕まり、再び逃げ押せるも、1904年、コロラド州で宝執行官との銃撃戦の最中に自殺した。は1906年に釈放され、 ユタ州のバセット牧場をしばらく訪ねた後、カリフォルニア州に移り住むと、そこで尊敬される実業家になり、1934年にその地で亡くなった。ベンキル・パトリックは1911年に釈放されたが、翌1912年、テキサス州で列車強盗の最中に殺されている。ローラ・ブリオンは1905年に釈放されると、偽名を使って、 戦争未亡人のふりをしながら残りの人生を送り、1961年にテネシー州メンフィスで心臓病のため亡くなった。伝えられるところでは、キャッシリとザサンダンスキットは1908年にボリビア騎兵との銃撃戦の中で殺されたとされているが、現在でも繰り返される説として、キャッシリとザサンダンスキットは生き残ってアメリカ合衆国内で数年暮らし、 サンダンスが死んだのは1936年だというものがある。また、エッタプレースは1909年にサンフランシスコで目撃されたのを最後に全く行方がわからなくなっており、ユーニスグレーという名前を使ってテキサス州フォートワースで売春宿ホテルを経営し、1962年に亡くなったという話が信じられている。オリジナルのワイルドバンチ。 別名ドゥーリンイコールダルトンギャング、デューラン・ダルトンギャングは1893年に、ビル・ウィリアム・ドゥーリン、1858年から1896年によって結成され、インディアン・ジュン州に本拠地を置き、銀行強盗、店の強盗、列車強盗、法出交換殺人で、カンザス州、ミズーリ州、アーカンソー州、オクラホマジュン州を恐れさせた。 一味の着ていた長いダスターコートから、オクラホマロングライダーズ、ザ・オクラホマロングライダーズと呼ばれることもあった。ビル・ドゥーリンは昔ダルトン・ヤングのメンバーだったり、カンザス州やチェロキー・アウトレットでカウボーイをしていたりした。いくらかは、ロビンフットのイメージも持たれていた。多くの人に愛され、ドゥーリンとその人味は、法の目をかいくぐり相当の援助を受けていた。他に、 メンバーには、スローター・キット、スローター・キットこと、ジョージ・ニューカム、チャーリー・ピアース、オイ、オリバー・ヤンティス、ビル、ウィリアム・マディオン・ダルトン、タルサ・ジャック・ウィリアム・ブレイク、ダイナマイト、リック・ダン・クリフトン、アーカンサス・トム・ジョーンズ、レッドバック、ジョージ・ワイトマン、ビック、リック・リチャード・ウエスト、リートル・ビル・ウィリアム・カイ・ライドラーがいた。年月日、ドゥーリンは、 保安官、ヘック・トーマスによって射殺され、1898年の終わりまでには、残りのメンバーも殺されるか、死ぬかした。イーグルスの1973年のアルバム、ならずものに収録されている、ドゥー・リン・ドルトンは、この一味からインスパイアされて作られた曲である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。